んこんにちは、はじめまして、デイジーデイジーです。デイジーデイジーチャンネル始まりました。は、記念すべき1回目の放送になります。よろしくお願いいたします。デイジーデイジーチャンネルで、いろんな企画をここで行って、皆さんに見ていただこうかなと思っている番組でございます。わー、なんか名前がもうデイジーちゃんになってますけど。はい、デイジーちゃんっていうのは、はい、デイジーデイジーチャンネルの、うん、デイジーとチャンネルのチャンスでデイジーちゃんにして、デイジーちゃんって呼んでくださいってことで、デイジーちゃん、いろんな意味があります。あ、新規の人にも。はい、私のことをデイジーちゃんって呼んでいただくどうもよし、デイジーチャンネルのことをデイジーちゃんって言っていただいてもよし、全部にかかってます。なのでデイジーちゃんっていう風に名前出してます。なので皆さんデイジーちゃんと呼んでください。デイジーちゃんどうもそうです、私がデイジーちゃんです。あれ10歳なのにそれも変なおじさんじゃないですか。80年代とかのネタじゃないですか。どうも、はい、大丈夫です。10歳ですよね。10歳です。10歳のデイジーちゃんです。はい、お願いします。やっぱ10歳を広めるとか。そうですね、デイジーデイジーのこのチャンネルで、はい、10歳の仲間を増やそうということで、みんな見てる人はみんな10歳なので、バスッと切らないでくださいね。10歳になりました、皆さんおめでとうございます。ほん、じゃあもういろんな10歳の人ね、はい、仲間たちと触れ合っていければですね。そうですね、今後いろんな企画をしていた、いこうと思ってるので、うん、なので皆さんにね、会いに行ったりとかもしたいなとか思ったりもしてますので、ぜひ見ててください。そしてですね、やっぱりこうデイジーデイジーチャンネルの今、うん、この登録者数がもうこれ、まあ、1回目の放送っていうこともありまして、500ちょっとの人数が登録者数なんですけど、今後少ない少ないんですけど、今後ドゥン映ってます。はい、チャンネル登録者数目指せ1万人はということで、すごい、はい、今500ちょっとですが、はい、いつかは、1万人を超えたいなと思ってるので、これは貼っといてそれも古いじゃないですか。タモリですよね。これを貼っときます。貼っといてください。これ、貼っとなくても置けましたね。綺麗に置けましたね。自分で。はい、もうね、登録者数、チャンネル登録者数、目指せ1万人ということで、皆さん、もうね、登録してる人が見てるかもしれないですが、登録してない方へのチャンネル登録お願いします。めちゃくちゃ時間かかりません？そうですね、はい、1万人って言ったら多分ちょっとね、はい、もう私も10歳じゃないくなってる年になってるかもしれないまあでも10歳ですけどね、はい、ずっと。ちなみにどれぐらい目処に目標立てましょうよ。そう、ね、こんなウヒヒじゃなくて、1万人まで1だから1年、10年1年10年ちょっと辛いっす。はい。20歳になってます。はい、1年までに放送でならなかったらもうやめなきゃいけないっていうぐらいの、あれですね。あ、1万人1年以内 に行かなかったらもうやめるっていう、っていうもう覚悟でやりましょうじゃあ1年はやるってこと。そうです、1年間これをつなげていきたいと思います。わかんないですけど、 1年と1日目になんかバズっていきなり5万人とかなったらどうします？一回やめるって言ったその次の日とかに。やめないですもしかしたらあれかもしれないんで、ちょっともしかしたらっておまけでこうずっとやってっていう風にだらだらといくかもしれないですが、1年は絶対やる。1万人大変そうっすけどね。何やります？じゃ あまずオープニングでほら YouTuber の人ってなんかラップ入れたりとか、はい、YouTube のコール作るじゃないですか。デジデジチャンネルもタイトルコールってことですよね、はい。ヒカキンだったら Hello YouTube ズプシュプチュプみたいな。あ、
デイジーチャンネル全部チョコプラのあれじゃないですか、あの真似の真似みたいになってます。デイジーチャンネルデイジーチャンネル。いや、なんかこうテンションでいけばいいってもんじゃないですからね。まあ面白いですけど。じゃあ、そうですね、やっぱりデイジー、あ、こう、デイジーちゃんは、拳ができるので、はい、うん、デイジー、デイジー、あ、全然違う。ちょっと待って、ちょっとなんかね、ちょっとなんか、銀字マスみたいな感じになってきます。ね、まあ、エロ主義みたいなですからね。10歳向けじゃないですか。はい、そう、うん、うん。ちょっと大きい声出して大丈夫ですか。はい。で、デイジー、デイジー、チャンネル。なんか違いました。コメディっていうか、なんかうなっただけになっちゃった。笑わなきゃかっこよかった。あ、本当ですか。ニヤニヤしながらやるから。デイジー、デイジー、チャンネル。できました。はい。結局もう笑っちゃいました。あ、そうですね。まあまあまあ、その辺は、はい。毎回変わるってことで。そうですね、はい。はい。毎回生でやっていけばいい感じ、はい、しましょうか、ね。はい。すいません。何すかそれ。デイジー飲みですよ。デイジー飲み、ズルズルしちゃう感じの。はい。1回目なんですけど、実はあのやってほしいことがあって、はい、企画用意してます。あ、ありがとうございます。はい。1回目はロケに出てもらおうかなと思って。はい、はい。ロケ行きたいですね。はい。で、ロケが、企画名発表します。はい。Google Earth でティータイム。Google Earth でティータイム。はい。で、あの Google Earth を使って、はいはい、あのカフェを Google Earth ってカフェマークとかレストランマークがポツポツついてるんですけど、 Google Earth でこういろいろ探してもらって、できるだけ人がいなそうな山の中とか、はいはいはい、あのちょっとポツンとあるカフェとかを、はいはいはい、あの東京都内近郊のね、はい、カフェをちょっと探してレポートしてもらいたいなって、はい、再発見ですよ。街中にあったらみんな行くでしょ。あ、はいはいはい。ちょっと山奥とか、あのみんながちょっと。ちょっと足を伸ばさないといけない。そうそうそう。気づかないようなところを、はいはい、あの、デイジーちゃんが行って、うん、あの、レポートして盛り上げていくみたいな。あ、はい。私、盛り上げられるかな。カフェだねーって言うんですね。もう一回やってください。何すか今の。はい。もう一回やってください。カフェだねーって言っていけば盛り上がりますから。そうですね、はい、はい、あ、いいじゃないですか。なんかあ、もうテンション上げ上げて、はい、あの地域復興みたいな感じで、あ、私ができればいいんですけど、はい、でも、はい、カフェとか大好きなので、はい、はい、お茶好きですもんね、はい、コーヒーとかね、アイスコーヒー飲ませていただきたいです、はい、いろんな場所でアイスコーヒー好きな、じゃあちょっとね、はい、なんか汚い表面汚いパソコンでちょっと調べていきたいと思います。スタッフ私物を汚いって言わないでください。そうですね、はい、やっぱりさっき言ったようになんか、まあちょっと人があんまり、そうですね、都会じゃないってことですよね。あの、まあなんかあの今テレビでこう当たってる感じだと、ポツンと山の中にあるとか、あの、うん、ポツンと一軒カフェみたいなのがあると嬉しかったりするんですよね、はい。ちょっとでも、はい、あれですよね、そのフラッと都内の人が行けるみたいなやつとかですよね。はい、ってことはあんまり離れすぎてても、うん、あの例えばちょっと海の真ん中とかでもいいですか。海の真ん中はちょっと、はい、どうやって行くんですか。え、ちょっと待って、どうやって行くの。もし海の真ん中にカフェマークがあったら、はい、どうするんですか。それは行きます。さあ、もうネットだけにしましょう。交通費、交通費、あ、交通費、はい、じゃあ山、ちょっとじゃあ最初1回目ってことはちょっと近いところにしましょうか。あ、そうですね、むしろ、あ、そうですね、まあちょっと近く、まあちょっと離れても大丈夫ですよ、車で行ければ。だからあの東京もう近郊って山のあるとこ限られてるじゃないですか。はい、いろいろぐるっと、はい、まあ海沿いでもいいんですけど、 Google Earth とか使ったことないの、ね、はい、ちょっと使い方が
ああ、こんな立体的なんですね。わかんないです。はい。ちょっと。まあ立体的っすよ。はい。お腹が鳴っちゃう。あ、これいいんじゃないですか？じゃあ。お、なんか決まりました？どの辺ですか？海外でもいいですか？いやいや、今東京近郊って話したのに、あれ？脳みそついてます？ちょっと待ってください。はい。これは、はい、ちょっと山に入ってて、はい、のところにカフェマーク見つけました。お、ありました。ちょっと、はい、ちょっと多分そんなに、はい、そんなに山奥じゃない感じだと思います。ああ山、ちょっと山に入ったかなっていうところ。木の葉って書いてます。木の葉、いいじゃないですか。なんか、ナルトみたいで。あ、はい。はい、木の葉？あ、はい、じゃあこの葉で。あ、いいじゃないですか。この葉ってことで、あ、これアップできないですね。はい。あ、じゃあ後でインサートで入れてみます。はいはい、だからそれ切っちゃダメですよ。はい。そのまま置いててください。こうなんか森の中にあります。森の中って言ってもちょっとまだそこまで森じゃないところにあるんで行って、ここに、え、どうやって行くんですか？もう今ジャンプしてゴーって行ったら、あ、ほんですか？ VTR がこううまく多分。じゃあ、ルルリラリラリオー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 ルリルリラリラリロー。ちょっと待って、何すかそれ今の。こう、なんかダーツのダーツのところさんのみたいな感じで。あ、あのメロディーを今言った。ルルリラリオー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 ルリラリラリ、行きます、この葉ドロンジョー。あ、これ感情みたいになっちゃう。なんでよ。向かってますが、どれくらいで、あとどれくらいで着くんですかね。あと10分ぐらいですね。どうです、なんかこう風景。でもあんまりそんなに変わってない気がする、風景。あ、そうですか。風景そんなに変わってない気がするんですけど。自分家の周りとあまり変わんないってことですか。あ、でも森が多いかもしれないです。森が、でもちょっと周り見てます。全然ちょっとこう人気なくなってきてますけど。あ、まあそうですね。はい、なんか渋谷とか新宿とは違いますね。はい。でもちょっと緊張が今、はい、芽生えてきてるんで、はい、もうすぐなんて。あ、緊張してるんですか。はい、だって、はい、初めてなんかそんな行きましょうみたいな、知らない人と知らない人と、何言ってんすか。知らない人と会話するして、まあそれは別にですけど、その撮影してくださいみたいな、許可取りとか。そうですね、撮影していいですかっていうのはちょっと緊張しますね。そうですね。やったことないですよね。撮影させてくださいっていう、そういうのは言ったことないですね。あ、はい、そうですね、なんかあれと違いますよね。あ、もしかしたらでも緊張感的には、はい、例えば、はい、街で、はい、原宿とかで、はい、芸能人とすれ違って、はい、写真撮ってもらっていいですかっていうのと一緒ですかね。ちょっと緊張してるんで、気合い入れるためなのし、はい、ちょっとレッドブル飲んでいいですか。レッドブル、はい、さっき買ってましたよね。ライトで、はい、ちょっと左方向。ライトっていうのは、あれですよ、カロリーオフ。あ、カロリーとか気にするタイプなんですか。10歳は。お、10歳がレッドブルなんですか。乾杯。え、どうですか。キリッと冷やしてって書いてます。いや、エナジーチャージですよ。これで気合が、もう本気ってこと。やけどしました。やけどが、はい、やけどがちょっと熱いところにチュッてしてこうなりました。いつもなんかこう怪我とかしますよね。やっぱ10歳なんで。すぐ怪我します。
やけどとか気をつければいいじゃないですか。しないよ。いや、もちろん気をつけてるんですけど、はい、あの、罠が仕掛けてあって、罠は仕掛けてないと思いますけどね。まあ、なんかこう地方に来た感じですね。なんかどうです？あ、本当ですね。なんかあの、はい、ちょっと屋形船とか出そうな、屋形船とか出そうな、ちょっと京都みたいですね。京都みたい。今京都みたいなの街並みでしたよ。本当ですか？ちょっとさっき家の近所と変わんないって、5分前、5分、いや3分ぐらい前に行ってたんですけど。ちょっとよく見返したらってことです。いや、緊張してなんか何も見えてなかった。周りも見てなかった。何も見えてなかった。そんな緊張して大丈夫ですか？今後っやっていけます？はい、ちょっとやっぱり初めてって、やっぱり初体験は緊張しますよね。ちなみにこう取材許可取ってもらうじゃないですか、はい、ダメって言われたらどうしましょう？ダメって言われたら、まあ、粘ってくれます？まあちょっとやだやだって泣き出すしかないです。お、森ですね。まあそうですね、ちょっとずっと森が続いてトンネルですよ。まあ、本当にあるんですかね。もう何も何もなさそうですけど、なんか、はい、カフェですよね。カフェって書いてあります。でもなんかすごい綺麗、白い、白いじゃない、あの、これ緑なんじゃないですか。すいません、白じゃない。もう森でした。はい、そうですね。それも緊張して森を白って言っちゃったんですか。そうですね、ごめんなさい。ちょっと緊張しちゃう。大変じゃないですか、もう。ちょっと。うわー、すごいですね。はい、森ですね。はい、もう森しかないですね。あ、これこそ、はい、あの景色が変わりましたね、さっきと。そうですね、さっきはまだちょっと駅前だったりとか。そうですね、はい、意外と、はい、やっぱこう森を見ると人は安心しますね。安心しました？ちょっとまだ安心してないですね。あるんですかね、カフェがこんなところに。ですね。ちょっとけどもうすぐ着くはずですよ。なんか何、あえ、こんなところにあん、こんなところにあ、まあけどね、地図見るとやっぱ何もなかったですからね。はい、 あとね、700メートルぐらい行ったら左に入ります。およそ300メートル先、左方向です、はい、その先200メートルで目的地周辺です。あ、もうすぐですよ、目的地ですよ、もうすぐ。ああ、ドキドキしますね。もう手ぶれがひどくなってますよ。そうですね、道がちょっと、はい、もうボコボコしてるってことですね。そうですね。え、ここ、ここどっか左ですね。左です。ここ左か。左？え、ここ左？え、ここの道を左ですか？はい、え、めちゃめちゃ狭いですけど。え、え、ここ、え、スリップ注意って書いてますよ。え、ここ入っていくの、これ。あれ、なんかポツンと行けよみたいになってきましたけど。こんなところにカフェがあるんですかね。けども、ね、はい、あ、あとね、100メートルです。100メートル、あともう目と鼻の先じゃないですか、はい、目的地に近づきました。え、案内を終了、終了されましたよ。ちょっと待ってくださいね。はい、ここが P って書いてあるから、ここに止めましょう。 P、 はい、行ってみましょうか。はい、悪い予感というか、もうなんか悪い予感してるっていうか、はい、なんか向こうがちょっと、はい、あの、なんか準備中っていうか。そうですね、ちょっとこっからはもう入れないんですけど、まあなんか建物もあって、でちょっとズームするとですね、あの定休日は水曜と木曜で、はあ、今日水曜木曜じゃないから、はい、お店やってないです。ここお店やってないです。
れパン屋さんですかね。パン焼き屋って書いてるけどどうなんですかね。パン屋さんです。ここってカフェって書いてたんですけどパン屋さんです。パン屋さんです。そうなんだ。え、今日ってやってました。あのおじさんに撮ってもいいか。あのこれビデオ撮ってもいいですか。ビデオ撮ってもいいですか。いいじゃないですか。今会話してるの撮ってもいいですか。見えてます。じゃあ行ってみましょうか。お一人暮らしですか。今たまたま私が見えて話しかけてくれたんですか。ありがとうございます。普段どういう感じか。ちょっと普段ここってカフェじゃないカフェじゃない、パン屋さん。ただパン買って、パン作って売ってるよ。パン窯にぎわってはないんですか。お客さんはいる。お知り合いとかじゃないんですか。お友達とかじゃなくてお知り合いじゃないんですか。知り合いじゃないですよ。あ、じゃないんですね。ここにずっと住まれてるんですか。これ新しく出た時だ。あ、そうなんですか。いつから。2年ぐらい前かね。あ、2年なんですね。結構できたって時は置いとったけどね。はいはい。今は全然、もうほとんど全然。なるほど。いや、そうなんですね。お父さんは食べられたりするんですか。お父さんは食べられたり。いや、あんまり怖い。あ、そうなんです。一度もないです。いや、2回ぐらい食ったけどね。美味しかったです。まあ、普通だよ。普通、うん、俺あんまりパン好きじゃないから。出会えたんでよかったです。ありがとうございます。残念でした。今日はやってないってことで。でも私の緊張が一気にちょっと ほぐれました。あ、なんか音聞こえません。川の音が聞こえます。もしかしてここですか。あ、これですね。これ、はい、虫とかいないですか。え、ここで作っ、この川で作ってるってことですか。この川で作ってですか。川の水が綺麗なんじゃないですかね。あ、確かに透き通ってる、はい、はい、このお水で作ってるってことですか。うん、これは何ですか。滝から、山から。山の湧き水なんじゃないですかね。アルプスです。アルプスアルプスの、アルプスの天然水ってことですか。ちょっと、はい、ダメみたいです。なので、はい、美味しいパンは食べれない。でもちょっとおじさんがそんなに。どう、はい、おじさんの話からすると、まあカフェじゃなくてパン屋さんだっていう。ですね。はい、でもカフェじゃないパンって書いてますもんね。うん、レーザッハタニの、はい。けどすごいおしゃれなね。そうですよね。建物はめちゃめちゃおしゃれなんですけどね。あそこ神社みたいなありますね。あ、じゃあ神社に行ってみます。行ってみますか。はい。あれ。ですかね、この人の神社ですか。個人所有の。そういうことあります。ちょっと行ってみますか、はい、山がすごいですよ。これ神社ですか。いや、わかんないですね。ちょっとすごい、はい、険しい道が、はい、けど櫓は、ね、神社の櫓ですもんね。これ以上進めませんね。そうですね。ちょっと、はい、あそこにご挨拶するようなところと、あと、あれ、はい、どこですか。このなんか、はい、ここを登っていったところですね。
これ怖くないですか？はい、これいけるかな。ちょっとなんかすごいですよ。はい、怖い。あ、大丈夫ですか？はい、うそういう感じです。危ないですよ、はい、これちょっとここすごい気をつけてください。蜘蛛の巣もいっぱいですよ。なんか壊れてますけど大丈夫ですか？どうです？もう、あ、なんかね、表情ありますよ、はい、目指してみます。山の頂を。あ、痛い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 、これじゃ進まない。痛い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 。ここまで来てやめるのか戻るのか行くのかって感じですよ。ちょっと行ってみたら、はい、これすごい急斜面ですけど、いや行くべきなんですか？あ、道ある？もしかしてここ道みたいなのあります。行ってみますか。でもすごいですよ。あ、蜂がいる。無理です。蜂がいたんで戻ってきました。なんか危なかったです。命の危険を感じました。そうですね、崖もちょっと急斜面だったんで、はい、あれもしかして蜂の巣ですか？違う、あれは違うか。違いますね。でもこういうところで、あのすごいですね、はい、あの楽しかったです。なんかせっかくなんでなんかお店は行きたいですよね。じゃあちょっと探します。ちょっと探してみましょうか。この辺探してみましょうか。はい、ふらっと行きますか。いやー、あの開いてなくて残念でしたね。どっち行きます？戻ります？それともちょっと、いやちょっとなんか近々のとこで、あ、じゃあこの辺でちょっと探してみます、はい、ちょっとなんか、あ、串崎商店、商店街ですか？人いない気がする。え、 OK。 あ、本当ですか？ありがとうございます。すいません、こんにちは。なんかあの、ちょっと待ってて、私、はい、いや、いてください、いてください、いてください。お話ししましょう、お話ししましょう。あ、ちょっとお話お伺いしたくて、あの、実はそこの、あの、パン屋さんに、あの、来たパン屋さんがね、ちょっと斜め上にパン屋さんがあって、で、そこに来たんですけど、あ、なんかパン屋さんに、はい、パン屋さんに、なんか閉まってた。定休日が水木って書いて水曜日ですよ。でも OK よ、はい、なのに開いてなくて、だからあ、どうしようと思って、なんかこの辺にカフェとかご飯食べれるとこってありますかね？お前が、いや、今みたいなんだけど、どうだろう。これ、今すぐ行って、はい、学校が左側にあるから、はいはい、その向き合いにある、あるらし、あります。今やめちゃったから、ちょっと定かでないんだよね。はい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 、うん、もし、あれだったら、パン買ってもいいですか？パンが好きなんで。どうぞどうぞ。あ、ちょっとどうしようかな。おすすめは何ですか？今日のおすすめのパンは。おすすめのパンはよく売れるパンとかあるんですか？みんな好き好きでね。お母さん何が好き？やっぱ私はあんパンのこの小倉が好きなんですよ。串揚げよりね。あ、じゃあこれにしようかな。じゃあ、はい、門神ってお寺さん、あ、
門神。あ、お寺さんがあるんですか。すぐ隣が門神。ここはあの門神院さんの、はいはい、あ、そうなんですか、うん、駐車場なんですよ、はいはい、だから置かせてもらってもいいんだから、あ、はいはい、門神院さんもいいじゃない。はい、わかりました、ありがとうございます、うん、行ってみます、はい、わかりました、ありがとうございます。お嬢さんだから。あ、本当ですか。はい、うん、あ、じゃあ行ってきます。わかりました。モイシーンさん。はい。ちょっと行ってみますか。なんかあのお母さんが、はい。はい。モイシーン。行ってもらったんで。しかもあれですよ。さっき行ったカフェだと思ったパン屋さんの方ですよ。あら。はい。また戻る。戻ってます。あそこの上が。もしかしてあの上で。が門神じゃないですよね。あの八さんがいたところじゃないですよね。あの神社みたいになってるとこじゃないですよね。もうちょっと手前ですね。はい、あのまだ奥なんで、さっきのあのカフェみたいな感じ。この辺じゃないですか。あ、そこじゃないですか。え、そこですか。はい、すごいですね。なんか、はい、なんかわらぶき屋根みたいな。はい、なんか、はい、あのいろりとか出てきそうですね。はい、いろりとか出てきそうで、ちょっとすいません、流しちゃいましたけど、いろりとか出てきそうって何ですか。いろりとかが出てきそう。いろりって分かってます。いろりが、はい、このなんかあれですよね、はい、え、これですか。こっちすごい綺麗ですね、やっぱり、はい、先ほどあの、はい、あのお寺のお寺さんにあの OK だと言われたんで、門神の方にね、はい、あのちょっとお礼を打たなければ何やってもいいぞって、はい、言ってもらいました。撮影していただいて、させていただいてます。はい、じゃあ入りましょう、はい、めちゃくちゃ綺麗じゃないですかこれ。あ、川、こうやっぱこうやって川見ると、はい、パン作ってるの美味しいんだなって感じしますね。そうですね。なんか、聞き衆院で天文年間に創立、岸州より三町に入るという周門崎鉄の格言により、岸州院と称す。境内には不動明王寿老人地蔵寿佐が、法案され、黒沢地域の平安無事を見守っておられる。行ってみましょう。そこめちゃくちゃ綺麗ですよこれ。わあ、川もね、川が綺麗ですね。ああ、言った通りでしたね。ああ、いい方で。そうですね。嬉しいですね。はい。結構じゃあ行きましょう。はい。ですね。これ帽子かぶってていいですか。あ、はい。あとであの2例200とかするときに、はい、あの帽子を取りましょう。今もう取ってた。ちょっと新鮮な場所なので、はい、すごいですよ、あのほら、あの作り、屋根すごいですね、はい、あれすごい感動的ですよね。ですね。どうやって作ってるの、あれは、はい、あの高さまで、はい、どうしたんですかね。どうしたと思います、逆に。あ、美香さんほら、鳥さんの力を借りて、美香さんほら、はい、え、はい、受付、縁起物、お土産、七福神受付ですよ。え、どこですか、それは。矢印の方向に。え、こっちですか。矢印の方向ってこっち。え、どっちですか、こっちですか。え、入ってたね、違うんですか。え、どっちですか、はい、こっちですか。はい、全然関係ないかったじゃないですか。何ですか今のは。トラップですか。いや、多分奥の方にあるって意味じゃないですか。ここに、はい、あの、はい、1,2,3,4,5,6、あれ6人、あれこの方々じゃないってことですか。
フですか。これで7ですね。恵比寿さんですよね。はい、え、別格ってことですか。こう、はい、場所が分かれてるのって何か意味があるんですかね。えー、なんかな、はい、それは私初めて知りました、はい、あ、これ何か、あ、入れるやつ。チャリチャリ言わせてるじゃないですか。6人分ない、あ、7人分ない。7人分、1個にじゃあ7人分の金額入れればいいんじゃないですか。100円。何100円もったいないみたいな顔してるんですか。え、はい、じゃあ別格、はい、なので、はい、よかったですか。はい、あの、あ、あそこパン食べれそうな場所ですね。お腹空いちゃったんですか。はい、すごくお腹が空いて、すごいいい景色ですね。あ、本当ですね。はい、ここに座って食べたいと思います。じゃあ一回ちょっとお参りしてからにしましょうか。はい、すごい屋根ですね。あ、これよく見たら、はい、はい、あれですね。はい、分かりました。私何でできてるか、はい、あれです、あれです。わらぶきなんですか。え、あ、そう、わらです。そうです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 。で、その上に、はい、木、あの、あの木のあれです、あの、あれです、あれ表面削ったみたいなやつ、分かります、はいはい、あのペラペラしたところを重ねてる感じですね。はい、と、では失礼します。うん、じゃあちょっと、あ、どうなってる？二で、これ登っていいですか？はい。何をお祈りしたんですか。今日はよろしくお願いします、こんな来ちゃってっていうのと、あの、初めての今日は放送なんでよろしくお願いします。あの、すごいやっぱり神聖な気持ちになりますね。けど良かったですね、パン屋さんが閉まってて。あ、そうですね、はい、こんな出会いもなかったかもしれないですね、はい、カフェだと思って行ったら、はい、パン屋さんで、あの、お迎えのお父さんが教えてくれて、ね、触れ合いができて、で、今度ちょっと歩いてね、パン買いに行ったらね、ここがいいって。そうですね、教えているので、うん、やっぱ人ですね、人の力でこう支えられて、こうやって できるんですね、いろんなことが。素晴らしいですね。じゃあちょっと、あの、パンいただいていいっていう話も聞いたので、ね、ちょっとここでいただきたいと思います。椅子も動かしていいよって言われましたもんね。優しい、はい、こちらの方です。あ、綺麗ですね。ですよね、ここちょっと神聖な気持ちに立てられる。え、池があるじゃないですか。うわ、おしゃれ。これ池、鯉がいますよ。はい、わー、すごいですよ。鯉すごい素敵ですね。やっぱり川の水が綺麗だと、はい、あの、鯉さん寄ってくるんですかね。じゃあ、はい、パンをいただくと思います。ここ外れたんで、さっきおばあちゃんが81歳って、でも若かったですね。長かったですね。なんか見えなかったです。あの、これがおすすめだって言われたんで、デイプラスの
天然酵母パン、小倉パン。メーカーどこですか？ D プラス。 D プラス、あ、運命じゃないですか。デイジーの D。 あ、山崎とかじゃないですね。初めて見ました。 D チェ、デイジーって。どこですか？え、デイプラス。え、どこですか？どこですか？デイプラス、群馬県。群馬県高崎市。なるほど。じゃあちょっと、デイプラスの天然酵母パンを、はい、いただきたいと思います。いただきます。じゃあ食レポも今日は入るってことですね。はい、匂いから。はい、あ、こういうよくあるパンの匂いです。じゃあ行っていただきたいと思います。ちょっとじゃあ中はどんな感じかちょっと一回開けてみますか。美味しそう。ぎっしり入ってますね。そうでもないか。じゃあそうでもないですね。むしろちょっと少なくないですか。いやでも割合的には半分以上は入ってる。あ、本当ですか？感じですかね。じゃあ美味しいとこいただきます。はい、いただきます。おいしい。なんかあのおばあちゃんの味がする。すいません、おばあちゃんの味って何ですか？おばあちゃんのことを考えながら食べたから。おばあちゃんの味がおいしい。おいしいです。おばあちゃん家で出てきそうな味です。はい、ちなみにあの人は売ってるだけで何も関係ないと思いますけど、そのパンにこう作る工程に関しては。そうか、はい、じゃあ違いました。でもあのああいう風に出会いがあって、うん、買ったパンだからそういう味がするってことで、人の温かみの味ですね。美味しいです。小井さんも欲しそうに見てますけど、多分きっとあげていけないから。そうですね、住職さんが多分なんで勝手に餌やるんだみたいになっちゃいますね。急にすごいさっきまで優しかった方がうわーって怒るかもしれない。そうですね、あんまり勝手にね。おいしい。お腹空いてたんですごくおいしいです。あ、よかったです。でもこんな風にして食べることってないですよね。うん、コールさん見ながら。そうですね、けど、まあ、風景が綺麗ですね。よくこんなとこ探し出せますね。これ後ろから撮ってみてくださいよ。後ろから このはい、このアングルすごい素敵だと思います。どうですか？あ、めちゃめちゃ素敵ですけど、いや、さっきの横からの方が素敵でしたね。あ、すいません。あ、蜂がいる。蜂がいる。蜂がいる。また蜂ですか？蜂がいる。蜂がいる。大きくなりましたよ。あ、こうじゃないですか。あのおばちゃんが言ってた、はい、あの母さんが言ってた、はい、小学校か、はい、小学校？学校？あ、私も通ってますからね。何歳なんでしたっけ？10歳です。はい、もう学校の前って言ってました。あれ？あった。はい、あったじゃないですか。交渉してくださいよ。あれ、なんかちょっと車止まってますよけど。あ、あそこ美味しい？ずっとデイジーデイジーって。デイジーデイジーすごいじゃないですか。サイン書いてるじゃないですか。デイジーデイジー。お願いします。はい、え、あれサインなの？いいの？ごめんね。してください。どうせ消えるんで。どうせ消えるんでって言い方。絶対消えない。絶対消えない。絶対消えないサイン。サイン。でもあれだよ、みんなさ、ノリで言ってるけど、もうきっと明日には忘れてるでしょ。忘れてない。なんか YouTuber じゃない。 YouTuber じゃない。ちょっと待って、でも YouTube 動画見られてる。書いて、あれ、これどうしたの？消えた。こっちはみんなは消えた。もうね、ちょっと存在が消えてるよ。今消したでしょ。
までこのグリップで自転車が。自転車のグリップでね、子供人気すごかったですね。はい。いやなんかいろいろちょっと誘われましたけど、はい、ちょっと、はい、バイバイしてきましたよ。はい、ここですね。あのお母さんが言ってたの。はい。ここ来たんですけど。やってないですね。ということで、はい、なんかあれでしたね。はい、なんかあのマイク。毎回あの前さっきもそうですけど、はい、あれですね、あの定休日じゃないのに定休日だったり、ね、なんかお休みだったり、あのちょっと振られまくりましたが、あのいろんな出会いがあったのですごい楽しかったんです。ありがとうございました。おおすごい、できましたよ。いやーすごーい。楽しいロケでございました。いろんなことがありましたけど、うん、楽しかったです。なんか物語ありすぎましたね。ですね、ちょっと出ただけでこんな、人の温かみにいっぱい触れられるとは思いませんでした。ねえ、すごい人気ですね。やっぱね、これからもうやっぱね、一回やると、はい、登録者数が伸びる感じしますね。伸びたらいいですね。こう目指せ1万人あの知り合った人たちが登録してくれてらちょっと伸びますね。そうですね。今日見てる人が登録しなくてもちょっと伸びる。そうですね。はい、ちょっとずつね。ちょっとずつ、あの1年かけてロケ行って、はいはい、1万人に会えばいいんですもん。そうですね。あ、そうですね、うん、今見てる人が何の感動もしてくれなくて登録をしてくれなかったとしても、そうですね、出会った人が登録してくれればってことです。けどね、今回のロケで、あのお父さんとかお母さんとか、はい、81歳とか言ってましたけど、はい、YouTube 見てると思えないですよね。あ、本当ですね、はい、確かに、はい、確かに。じゃあちょっとやっぱり見てる人たちのご協力が、はい、必要です ね、 ですね。拡散してもらってって感じですよね。はい、じゃあエンディングなんで、そろそろ、はい、ね、皆さんに知ってほしいお知らせなんかあれば、はい、8月の10日8月10日に、アコースティック形式でのライブを、やらせていただくトークショーも一緒にコミプランでお送りしたいと思います。8月10日です。そして、10月の14日にも、ワンマンライブ、そちらもそちらライブの形式がちょっと変わってまして、バンド形式に変わりますので。お、じゃあなんかあれですか、激しい方ですね。ギターとか弾く感じ。そうですね。ちょっとまあちょっとまあ、はい、はい、まあ来てのお楽しみですね。はい、なので、アコースティックライブと、ね、バンド形式のライブは全く違うライブになるので、今ね、ただこう見てる人はちょっとただふざけてる人だと思いますけど、歌う人です。歌う人なんで、ぜひライブ来ていただけたら嬉しいです。10月14日、8月10日、よろしくお願いします。D!はい、D こっちでした。あれ違う、こっちか。そうですね。D、あ、間違ってる。こっちだ。D ですね。はい。デイジー、チャンネルこれにて終了。また来週。また来週。ありがとうございました、皆様。